こんにちは、美咲です。渡辺です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も美咲の部屋です。はい、よろしくお願いします。はい、来ましたね。はい、今日何使ったんですか？いきなり今日は藤子さんの色っぽスティックっていう、こう最近出たやつなんですけど、あの櫛にこれワックスついてるんですよね。だからこう、まあ、枝毛だったりとかアホ毛をこれを溶かすだけで綺麗になる。ワックスがこれでつくっていう、なんか新しい画期的な商品をちょっと今日は美咲さん使ってくれたんですね、はい、結構パサつきとかあのアホ毛が結構出るので、これでしっかりと抑えてアレンジしてます。はい、今日どんなアレンジ？今日はもう、ザ・適当アレンジ。よくわかんないですけど、ローポニーテール最近流行ってると思うんですけど、ゴム隠しが苦手な人とか、あとピン止めできない人結構いると思うんで、そういう人に向けて今日は簡単にやってみました。まあそんな感じで、ちょっとまあクリスマスデートにも使えるのかな、いやでも使えないかな、年末の大掃除に使えるかもしれないですそんな感じで、はい、出かけるとき使ってほしいですはい、大掃除でよろしくお願いしますじゃあ、はい、お願いします。はい、では動画スタート。フジコ色っぽスティックをつけていきます。表面から溶かしていきます。反対側も溶かしていきます。軽く溶かしただけでアホ毛がしっかりと収まってます。毛先から中間に向かってもしっかりと溶かしていきます。溶かしたところはかなりパサつきが収まっている状態になってます。耳後ろの髪の毛を分け取っていきます。下目の位置でまとめたやつを 1.5 センチ上に持ち上げます。ゴムで結んでいきます。サイドの髪の毛を耳よりも少し後ろの位置で外巻きに2回転させます。耳よりも下の部分の毛束を2箇所広げていきます。根元付近の髪の毛を出しちゃうとバランスがおかしくなっちゃうので注意してください。サイドの髪の毛を上からポニーテールの根元に巻きつけて、毛先を下に向けてクリップで留めていきます。反対側も耳後ろに髪の毛を持ってきて外巻きに2回転させて2箇所引き出していきます。後ろの毛束に巻きつけていきます。毛先と根元の部分にクリップを留めていきます。巻きつけた毛束を少しだけ広げていきます。崩れやすいので慎重にやってください。こんな感じで仕上がりました。ザ・適当ポニーです。ゴム隠しが苦手な方、ピン止めが苦手な方、ぜひやってみてください。